はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ドバさんの番組、カッコ仮という正式名称があるんですけど、一応今日のタイトル、これ見えますかね。ちょっと小さいですね。小さいですね。見えないですね。今日は、2020年1月6日ということで、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございました。隣にね、隠さないようにいらっしゃるんですけど、今日からアシスタントで急遽つけていただいたというよりね、私が持った方がいいのかしら。あ、一応ねこれね、紙芝居になってるので、ね、何も知らなくてすみません。今日に限ってシナリオを作ってきたんですね。一人で喋れるようにね。はい、わかりました。青木さんの方から今日ちょっといきなりハードルを上げられましたね。鈴木陽子さんです。はい、はい、よろしくお願いいたします。簡単に自己紹介をお願いします。はい、初めてこの先ほどここに来させていただいたんですけど、それで2度目になります。島田市の方でクリーニング屋をしております、鈴木クリーニングの鈴木陽子と申します。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。今日ですけどね、一応タイトルを決めてまして、すいません、これちょっと字が小さいので見えないかもしれませんが、2020年、今年こそ数字に強い社長になろう、今さら聞けない財務諸表入門編ということでね、やっていきたいと思います。はい、薄井さん、社長さんではないです。ではないですよね。はい、でただ、今日ちょっとね、話に関係してくると思いますので、ちょうどギャラリーが いるとね、いいんですけど、いないと緊張するんですが、今日はそんな感じで、ね、気楽にやっていただければいいと思います。はい、大層なタイトルを掲げてますが、と言いましても、財務諸表をね、貸借対照表とかね、損益計算書とかね、聞いたことはあるみたいな、の説明はしません。多分そこにね、の手前で終わってしまうと思いますので、手前そこまで行き着かないと思います、この時間では。はい、入門編ということでありますが、今日はぜひね、この機会に、何かのご縁でこの番組を見ていただいている方、心構えというか、その会計税務数字のことですので、ああちょっとっていうのはあると思いますが、マインドの部分でね、その部分の話をしていきたいと思います。はい、一緒にカンニングペーパーを横で見られてしまってるんですが、そう、実はね、この緑色の部分が、皆さんに見えてるんですね。はい、今日の話です。対象となる人、この話の今日の目的です。まず一つ目に、経営者と言われる人ですね。社長さんご自身です。実際には業務的には別の方がやってらっしゃるケースがあったりとかするんですけど、ただね、経営の部分で言うと、よく社長さんご自身ね、いろんな場面で何が経営で大切だと思いますかってよく言われるんですよね。クイズみたいになんか聞かれると思うんですけど、売上ですとかね、利益ですとかって言うと思うんですけども、全てこの話ですね、なってくると思いますので、売上拡大にも会計ですね、コスト削減にも簿記です、会計ですよね。で、それによって、利益が増えてくるということなので、利益って言ってもその手前の話ですね。で、企業、次に2つ目です。2人目、企業内で、職場でですね、経理総務の部署に担当してるよとか、またはそういった部署の総務部長さんとか、経理課長さんとか、そういう感じですよね。はい、私ですね。はい、そうです、そうです。クリーニング屋さんのね、はい、経理、これから経理を、ね、任されるということなのでね、会社全体の業務効率化の手がかりですのでね、そうですね、はい、であと勉強したいと思います。そうですね。であと社長さんですね、経営陣とかに対して
やっぱり経営をあの数字を触ってるから分かるっていう部分で、どういうふうにしてね社長さんに信任したらいいのかっていう部分なんかもやっぱあの財務諸表を見たらいいですよね。そうですね。あとあの、はい、まあ、3人目に営業、まあ、特にあのセールスマンですけど会社を回ってね、あの法人を回ってらっしゃる方、私もやってたんですけど、取引先、新規取引先があの結ぶんですが、予診調査って必要になりますよね。予診調査、この、信用して大丈夫なのかなという、はい、今あの静岡県会社要覧とかね、うん、そういうのを見ると、うんうんうん、あの財務諸表 BSPL 先だったのね、うん、公開されてますので、うん、それが読めたらいいですよね、はい、そうですね、ですよね、うんうんうん、であと、まあ、売ったら回収するまでが営業って言われますから、うん、まあ、そういった意味でもあの知っておく方がいいですよね、うん、はい、であとあのやっぱり営業マンの売り方次第で粗利益って変わってきます、うん、ですからやっぱり会計税務知ってるっていうことで、まあ、あと営業マンがどれだけ自社の製品をアピールできるかってことによって、うん、あの高く売れるわけですからね。で高く売るっていうことは利益が出るということになります、うん、はい、で最後にですね、あの簿記や会計の学習を捨てるというね、学生さんとか、うん、あの社会人やりながら将来のために会計勉強するよっていう方は、うん、あのやっぱりあの学習の理解を深めるということで、簿記ってなんかね地味な話になってくるんですよね、うん、でただやっぱりこの機会にちょっと興味持って、うん、あの会計の楽しさを知ってもらいたいなという部分で、あのマインドということで、うん、あの申し上げました、はい、でやっぱりそういう部分でね、あの簿記の資格を取ったら、うん、この知識を持って何にどういうシーンで使うのかなっていうことをね、うんうんうん、イメージしてやっていかれるといいかなというふうに思います、はい、で次にですね、タイトルにありますけど今年こそ2020年数字に強い社長ということであの言ったんですが、ありますね、数字に強い社長とは、あの私が今日ここで今日のタイトルに挙げたんですけど、あのどういうことかというと、はい、あのどこからが数字に強いかなということなんですけど、うん、あのどのレベルでもいいです。極端なこと言ったら専門家から見たら素人じゃんというレベルでもいいんですけど、うん、はい、どのレベルでもいいんですけど、あのこういった会計数字に対してやっぱり自分は、まあ、知らないっていう認識でもいいですけど、やっぱ学ぼう、知りたいなというか、そういう好奇心を持つっていうマインドをね、あの持つ、もう持った時点で、私から見ると、うん、コンサル的に言うと、うん、数字に強い社長だなと思います、うん、はい、で、マインドマインドってよく言いますけども、心とか精神って直訳するとね、そういうふうにありますけど、ちょっと調べてみたら知性がコントロールしている精神の状態というのをマインドというそうです、うん、でそういうような感じで、うん、自分の中にこうぶれない軸を作るっていう意味で、どこまで行ったら会計詳しいかっていうことじゃなくてね、うん、もう本当に個々の理解のレベルで構わないので、うん、どこからでもいいです。なので、ぶれない軸を作るということでやっていただければいいかなって、うん、その時点でも自分は数字に強いということで思っていただいて結構です。で今日実は焼津テレビ特典ということでご用意をしたんですけど私今ねコンサルタントということでやってるんですが、うんうん、まあ、一応お金をいただいて契約をして顧問契約ということでやってます。でただ無料トライアルでね、うん、無料コンサルを受け付けますので、うん、体験版ということで、今日たまたまねここまでかろうじて見てまだ見てらっしゃる方よかったですねということで、うん、先着5社ですね。ただテーマは今日のテーマです、うん、会計財務諸表のことについてお手伝いしますので、うん、無料体験ということで、でまあねこう言ってもね実際にアクションを起こしてね私のところにコンタクトを取ってくる方ってあまりいないんですね、うんうん、なのでまあ、実際私がこれでパンクすることはないので我こそはという方は、まあ、何らかの方法でコンタクトを取ってきてください。よろしくお願いします。ぜひ、じゃあ私が、じゃあねぜひね、これからなんですよね。はい、これからです、
はい、あの先ほど聞きましたけど、はい、ちょっとどんな状態なんですかね今。昨年の6月に、お店を立ち上げた主人のお父様がお父さんが亡くなって、うん、お店自体はあったんですね。そう、お店自体はずっとそのお父さんが立ち上げてあるんですけど、うん、そのずっとお父さんが会計をやってたので、そこから今度引き継ぐという形で、うん、まあ、一度そこで個人店なんで、うん、主人の方が店を開いたって形になって、ああなるほど、今度経営者としてなります、やっていくので、はい、それとともに会計肩売れとしてということですね、引き継ぐということですよね、はい、責任重大ですね。そうですそうです、ちょうどいい今お話 で、まあ、一緒に勉強していきましょう。一人を埋まりましたありがとうございますホットでホットなところでした。次ですね、まあ、今日ね、なんでこんなことを考えたかというと、私のコンサルの実体験とか今まで の、 サラリーマンもやってた経営か、体験からですね、一つは数字に苦手を意識を持つ経営者が非常に多いですね、うん、で自分自身もそうでしたよね、という実感があります、うん、でただねこれ言ってしまいますけど単なるね苦手意識です。それは、うん、今いろんなものがね会計ソフトも使えるし、うんうん、使える専門家っていうのがいますからね、うん、税理士の方とか、うん、コンサルの方と、手を組んでやっていけますので、そういうことを伝えたかったんですね、うん、であと現実問題として税理士が手取り足取りを教えてくれることまれなんですよ、うんうん、で通常ですけど会計事務所の、うん、現実問題として、うん、監査担当者が回ってきますよね、うん、毎月毎月契約すると、うん、でただね1人20社ぐらい抱えてるんですよ、ちゃんとした会計事務所ほど、うんうんうん、まあ、暇な税理士事務所さんはどうかちょっと分からないですけど、忙しくてそれが何も看板でね信頼できるって入るとやっぱり20社ぐらいまでは、うん、担当者持ってますよね、うん、そうなるとなかなかね、うん、その方がその方、うん、クライアントの方が学ぼうという、うん、意識を持って食らいついてくるかどこかで持って、あこのぐらいかなっていうところに、うん、されちゃいます。ですので、その意味でも、うん、やっぱ分からないなら分からないなりに知りたいって、うん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 、それはどういうことなのってことはね、うん、食らいついてほしいですね。もうどんどん聞いちゃっていいんですね。そうですね。そうしないと、うん、やっぱそのレベル以上のサービスをしてもらえないですね、うん、そうなんですね。そうですね。であと、これもあるんですけど、決算書、財務諸表が読めるようになるよっていうことを今日自分はタイトルに、この今日の回のタイトルには入れてませんが、はい、この字見にくいですね、小さいですねということは私も今日ねタイトルには入れてないです、実は、数字に強い社長になろうとは書いてますが、財務諸表が読めるとは言ってませんのでね、はい、現実問題としてね商工会議所でセミナーがあったりとか私も行きますけど、うん、読めるようにはならないです、そんなものに出てもうん、で会社によって事情異なりますのでね、サービス業か商店か販売なのか製造業なのかによってね、はい、原価の計算があってとかね、うん、そういうのない必要ないというのもあるし、在庫商売によって違いますから、はい、自分のビジネス直結してないようなね事例を出されても、うん、実感も湧きませんしね、うん、そんなことにねセミナーをせっせせっせと言ってもね、うん、結局ね苦手意識が上がり伝えてくるようなね悪循環になっていくのでね、はい、あまりねおすすめをできません。なのでね、まあ、そういった背景で、まあ、今日こういった話をさせていただくので何かのきっかけヒントになればいいかなと思います。今度こそ見えるかな、今度も見えない、まあ、一応ねこれ皆さんから見えないんですよね、小さくて。でただこれこう掲げてないと私もねここにね今日何を話すか書いてあるもんですけど申し訳ないです。数字に強くなるとどのようなメリットがあるのかということでここにねタイトル書いてあるんですが、一つ目にはね経営戦略に具体性が増してきます、うん、よく社長の仕事って何なのっていうことを言うんですけど、社長は経営をしなければなりませんね、はい、でこの経営をしてない社長の下についた従業員のモチベーションはだだ下がりなんですね。従業員と同じ仕事を社長がしてるってケースがありますよね、うん、
何を社長がするかということですけど、やっぱりね、社員にしてみるとね、社長がよく言うんですよね、給料変わらん、現実問題として給料変わらないしね、そのことについて社長が言うことは儲かってないからっていうことを言うわけですけどね、やっぱそれじゃまずいです。数字に強くなって具体的な経営をしていってください、うん、あとね、経営コンサルタント、税理士とか専門家をね、うん、フル活用できますね、うん、やっぱりこの経営感、数字のマインドを持って、何が問題なのかっていうことをね、専門家から指摘してもらって、あ、うちの弱みはここなんだっていうね、うん、ことを自覚できているっていうことによって、やっぱ経営専門家とタッグが組みやすくなってきますよね、うん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 、であと、これは数字に強くなっていく段階で、税理士と、そういった会計士さんと会計事務所さんとですね、どういうふうになっていけばいいかということですけど、まずはリアルタイムの処理をせめてしてくださいというのは、はい、1年中、個人事業なんかですね、1年中まとめていきながらそういった伝票をバッと渡してね、全部税理士さんがやってくれるって、これは最悪ですね。毎月できれば毎月ね、来てもらって、で月が変わったらできるだけ早くね、試算表をね出してもらって、それについて話し合いをするというのが理想です。であとね、税理士さんのね、意識の高い税理士事務所では時系化って言うんですけど、うん、自分の字という字に計算の計という字で、はい、化けると書いて時系化っていう、そんな日本語ないんですけど、うん、税理士さんの間では使ってますね。この時系化をしてくださいと、クライアントには、うん、どういうことかというと、税理士に丸投げしないでくださいと、うん、せめて伝票の記表、仕分けね、はい、これだけはねアウトソーシングしないでくださいとね、いうことです。せっかくソフトを入れてもね、うん、その操作までね、うん、会計事務所にやってもらってるんでね、やっちゃう税理士も悪いんですけど、うん、それでは意味がないです、お金払ってるね、うん、であと部門とかね、商品ごと、うん、セグメントごとのね、費用をやっぱちゃんと管理して、うん、営業売上総利益とかね、営業利益、経常利益っていう、うん、損益財務諸表上のそういう数字はなくて、うん、変動費固定費にちゃんと分解してね、うん、そういった事業ごとに、要は損益分岐点を計算するということですけど、利益計画ができていくということです、うん、でこれはやっぱ税理士できます。でただ、うん、クライアントにそういうようなレベルは別として、うん、やっていこうという意識がないとね、うん、税理士の先生もめんどくさいの嫌ですから、うん、このぐらいってことでね、うん、されちゃいますね、はい。なので、そういう意味でも数字に強くなるって繰り返しますけど、うん、レベルではないです、うん、それぞれの段階での意識です。学ぼうというね、うん、食らいつこうというね、うん、それをぜひ持っていただきたいと、はい、持った時点で数字には強いですね、はい、そういうことです。であと3つ目に、これね、3つ目小さいですねこれねすいません、これ皆さんから我々のアンチョコです、はい、売上が拡大する、コストが削減する、したがって利益が増加するということがあります。数字に強くなるとそういうメリットがあります。売上高って言いますけどね、はい、よく売上上げろって言いますよね。上げろってスローガンで言うけど、うん、でもどうやって上げるんだっていう話なんですよね。で数字に強くなると、売上っていうのは客数かける単価なんですよね。でこれもっと分解していくと、客数って言っても既存客だけでいくのか、うん、新規客を取り込んでいくのかということです。でやっぱり新規客を取り込むための宣伝というものがあります。であと単価というのも、商品そのものの単価かける数量かける来店頻度っていうのがありますよね、うん、ですからそれを全部個別に分けてね、うん、管理しないとならないですよね。だから繁盛店やろうと思ったら、うん、やっぱり利益の取れるような値付けをした商品をできるだけたくさん買ってもらう、もしくは余分にあれもこれも衝動買いしてもらう、ついでにね、うん、でまた来てもらうというための施策を打っていくというための下地ですね。数字に強くなると、うん、であと自信がつくですね。これが一番あります、うん、自分のそのレベルで、やっぱり問題意識を持っていくと、その時点ではやっぱり苦労しますけど、時間が経ってみるとね、専門家の税理士さんとのコタックの中で、うん、やっぱり成長していきますよね。そうですよね。
でそうなるとやっぱり自分のビジネスも具体的になってきますしね、あの自分の財務諸表を説明できればって、よくあの金融機関が結構あるんですけど、あの財務諸表を説明できない経営者をね、結構コテにするんですよね。でもね、無理ですよ、勉強してないと。でただやっぱりね、それは説明できると強いですよね、金融機関の信用もつきますし、で実はね、経営者の不安っていろいろありますよね。従業員にはない不安を持ってますよね、でそれは大体ね、あの財務諸表が読めてないからです、これちゃんとね、会計のリテラシーをつけて具体的に説明できるぐらいまでなっていれば、あの不安の8割は消えますよね。まあできればね、従業員にも数字公開するといいですね、成績を、決算書類をね、あの公開する、儲かってる儲かってないで、今はこんな儲かってないから給料出ないけど、こういう方針でやってっから3年後には黒字転換できるから、それまで頑張ろうよと、それまで我慢してっていうことがね、言えると従業員さんね、ついていきますよね、社員にしてみると ね、 そうですね。で、まあ、あの読めない社長ほどね、あの隠しますね。自分の数字を分かってない、あの財務諸表を読めない、説明できない、税理士とねコミュニケーション取れてない、あやっといてって言ってる社長ほどね、なんか財務諸表ってね、あの秘密文書のように考えてますけど、財務諸表っていうのは、あの外部のね、利害関係者に対して説明するためのものですからね。そうなんですね。そうなんです、目的としては。ですからやっぱこれね、あの読めない社長ほど秘密にしますけど、やっぱ学習して社員に説明できるように、あのそこをね目指していただきたいと思います。はい。であとね、あのこれ最後にお伝えしたいことなんですけど、財務諸表ってね、完璧なものではないです。人間ってね、財務諸表には出てこないです、人間のポテンシャルっていうのは。で、まあ、ここにはね、人間は財務諸表には出てこないとありますけども、あの複式簿記っていうのは、あの15世紀 の、 あのベニス、イタリアですよね、の商人がこう帳簿をつけたんですね、あの借り方貸し方でね、それが始まりなんですけど、あの18世紀のドイツのね、ゲーテって言いますね、あの詩人で劇作家のゲーテが残した言葉で、これこそ人間精神の最も立派な発明の一つだと、簿記に対してね、複式会計に関して、で、あの実はあのその歴史の中でローマでもね繁栄したんですけど、あの非常に倒産が増えた時期があったんですね、っていうのは先ほど言った時計化をやらなくなったんですね、横着をし始めた、ということで時のね王様がね、複式簿記を義務化しました、でこれを守らないとね、わからないですよね、やってないかどうかって、やってるか。でただ倒産して、あの破産して、その時に帳簿処理が行われてない、倒産の原因を説明できないというものはですね、ギロチンになったんですね。そのぐらいです。で今日本ですと、あの簿記っていうのは、日照簿記とか全照簿記とか、検定試験を取って社員は頑張って取ってる、学生は取ってる、社長さんなんかは自分の問題じゃないって考えてますけど、実はこれね、洋の東西を問わず日本でも西洋でも結構ね分かりにくいんですよ、皆さん。あの貸し方借り方っておかしいじゃないですか、大体いや右左なのなんでね、福沢諭吉が訳したらしいんですが、借り方貸し方ってね、借り方が要は財務諸表、貸借対照表の左側にあるんです。英語でデビットって言うんですね、資産、あの請求される権利っていうのは資産ですね。で右側っていうのは貸し方で、英語でクレジットって言うんですね。で負債です、請求される義務なんですね、で、まあ、そういったことなんですけど、結局どこで学ぶかっていうと、皆さんね、その人間が発明したりする、これ原理原則じゃないんで、原理原則、人間の脳みそは現金主義なんで、こういう複式簿記っていうのはね、人間は単式簿記は理解できるんですけど、複式簿記っていうのは難しいんですね。でこれをやっぱりね、連綿とね受け継いできたんですね、事業家が。なので今の経営者も学んでほしいですね、学んでやっぱ引き継いでいかないと、っていうことです。で、財務諸表に人件費っていうのは現れないって言ったんですけども、
やっぱり、会計っていうのはこれ道具だもんですからね。やっぱりそれでこう事業を会計を知って、うん、会社を成長させて、社員さんの給料を上げていくと。で、これからね、いろんな形で、ライフスタイルありますけど、自分でビジネスしたいって方もいるし、いろんなビジネスいくつも持っていくって時代なので、まあ、ぜひね、どんなビジネスでもね、会計数字っていうのは必要ですので、知ってほしいなと思います。で、今日ね、もうちょっと時間になりますけど、参考までにちょっと図書を紹介しようと思いますね。こう新書で、これはどこだ、朝日新書っていうところで、財務三表一体管理法っていうね、こういう新書版がありますけど、まあ、いろんなセミナー難しいですけどね、こういう本を一冊買って、まあ、これ例えです、何でもいいです、これを一冊の簡単な本をぐる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 何度も読んでみるといいと思うんですよね。やっぱ何度も読むって。そうですね。で、あと、これがね、換気出版というところで、社員100人までの会社の社長の仕事っていうことでありますね。月次決算と経営計画書っていうことになってますけど、これもね、非常にね、字がすごく大きくて、なんか自己啓発的なね、こう文章の大きさですよねぐらいで、結構ね、これ理論的に書かれているので、こういった本なんかで勉強していくのもありかと思います。はい、で今日は、はい、まあこんなところになりますが、次回はですね、1月27日に、家族信託、こういった形でね、成年後見よりも家族信託だよっていう、この本を書いたのが静岡の行政書士の先生なんですけどね、この本について著者の先生をゲストにお迎えしますので、一緒に勉強しましょうということで、はい、頑張ります。はい、そういう形で終わりたいと思います。で、次の番組ですけども、18時より焼津の岡ちゃんの言いたい放題ということで、チャンネルはそのままです、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。